皆さん、おはようございます。上野貴子の俳句 TV、 今朝の一句をお届けいたします。今日はあまりお天気は良くないようですね。東京地方は曇りと出ておりまして、まあ、ちょっと雨かもしくは雪がねパラつく可能性もあるような、ぐずつくかなというような、はっきりしない天気予報になっております。それでは今朝の一句では、松尾芭蕉の俳句をご紹介しております。芭蕉は生涯2000句余りの句を残したと言われているんですけれども、その中から一句ずつご紹介していきたいと思います。それでは今朝の一句、松尾芭蕉90番目の句をご紹介いたします。代理びな人形天皇の御父と家や、代理びな人形天皇の御父と家や、1678年、芭蕉35歳の時の句です。それでは解説してみますね。代理びな人形天皇の御父と家や、今日のこの句なんですけれども、人形、これはひな人形の代理びなのように、お人形様のような天皇のびやびなお姿は、まさに今のこの世を治められている天子様のお姿です、と芭蕉は読んでいると解説いたします。今日の句はですね、ちょっと難しい句なんですね。難しいというか、天皇様のお姿、今のこの時代の天皇様のお姿が、まさしくひな人形の一対の、天皇のお姿のようですね、というふうに例えられているんですね。で、これは、ちょっと読むと、ひな人形のことを神々しい、おひな様の一対の人形が美しいんだなと読んでいると、思いがちなんですけれども、ちょっとですね、ひねっているんですね。そこがちょっと難しいところなんですけれども、言葉もですね、神々しい言葉なので、ひな人形のことを、天皇様のお姿のようだというふうに、例えているんですが、ここでですね、まず、最初から出てきます、だ、い、り、び、なという5文字。これがですね、今の言葉では、代理びなというのは、普通ですね、うちという字を書いて代理びなと、読んでいるんですね。まあ、この辺が昔の江戸時代の芭蕉が書かれている句なので、難しいんですけれども、ひなという字、代理、ひなという字は今でも使うひななんですが、見えるかな？こういう代理びなという字なんですけれども、今ではこう、うちと書いて代理びなと読みますよね。
ところが場所はですね、これを大きい台、大小の台という大きい小さいの台という字を使って代理ビナというふうに書かれています。これが大きい、大きいという字なんですね。まあ、ここでまず大きいという字を使って代理ビナと書いているので、ひな祭りのおひな様のお人形というのは、この時代に今の私たちの時代ではああいう形、だんだん飾りだとかショーケースだとか、こう綺麗に雅な飾りになっていますが、昔はいろいろなおひな様があったと思うんですね。でもここで大きな字を書いていますので、まあ立派な代理様というのを普通想像しますよね。そして次に中七が人形天皇のと、相当字余りなんですけど、人形天皇の、人形天皇という音っていうんでしょうか。日本語の、音調で読むと、人形天皇のということで、人形天皇のという、まあ、字余りなんですけれども、この一つの言葉で区切れてますよね。ですので、ここでは人形天皇のということで、人形、代理ビナ、人形、代理ビナ人形。と、ここでね、ちょっとね、私もこの中七が人形天皇のってなるので、すごく解説が難しいんですけれども、天皇の人形という意味かなとは思いました。そして次がですね、行とかやとなってるんですね。行とかやということで、このですね、行という言葉が、あるのかと思って調べてみました。行っていう言葉がですね、また難しい言葉で行なんていう言い方を今しますでしょうかね。こういう字なんですね。行という字なんです。これは、行というか、音行というふうに、振り仮名が振ってあるんですね。ですので、これは行ということで、天使の納めたまう身をというふうに、調べると辞書に載っているんですね。ですので、これは、みうというふうにも読めるですけれども、これがですね、みよという、おんよですね、というふうな意味、天使の納めたまう身よという意味なんですね。ですのでこの時代、今の時代という意味なんですね。まあ今日の句はちょっと本当難しいですよね。読むのも難しいし、言葉の意味も簡単なようですごく難しいです。ですから、この芭蕉の時代の天皇の、この時代の天使の、その、今の時代のを治めている、この時代を治められている天使様のことを、行というふうに言う、というふうに調べると出てくるんですね。ですから、行とかや、ということですから、まるで今の天使様のようだな、というふうに書かれています。ですから、納められ、天使様を似せて、代理人形は作られているんだな、と、この一対のひな人形の、天皇皇后の姿、一対ですよね。一
粋のこの男女の姿を、飾るおひなさま、3月のひな飾り、このひな飾りの代理びな、代理びなが季語で春、季節的には春の句、3月3日ひな祭りを歌っている春の句ということになるんですけれども、大という字を使っているところから季語でもありますから、立派なひな人形であるなということを芭蕉は歌いたいであろうと思うんですね。そしてその下の思いとしては、この時代の天使様のように素晴らしい人形だという意味合いだと思います。ここでまとめ方が難しいですよね。天使様は、今の天使様は素晴らしい、まさしくその この時代の天使様に似せた人形だなっていう取り方か、立派なひな人形だ、この時代の天使様もこの代々長い年月受け継がれているひな人形のようにご立派になられたというようにね、受け止めているか、この二つの取り方が難しいですよね。江戸時代のことですので、芭蕉はどちらかというと、その天使の姿がこのように大きな代理びなになられましたというふうに歌っているのではないかなと私は思うんですね。その代理びな、普通は今の時代うちですけれども、大きいという字を当てている、まあこれは単なる当て字かもしれないけれども、ですからこう紙びなとか流しびなではなく、立派なひな人形だっていうことを芭蕉は言いたいんじゃないかなと思います。立派なひな人形のように、まさしくこのお人形様のような美しい立派な可愛い天使様が、この世を治められていることですね、というようなね、江戸時代の長い平和な時代を芭蕉は歌っているのではないかなと思います。まあ、江戸時代前期の方ですので、まだ江戸時代後期の頃とは随分時代背景は違うであろうけれども、その雅な代理様を見て、天使様もこの立派な代理様のように大きくなられて、人形のように素晴らしい、天皇様ですねっていうような読み方をされているのではないかなと思いました。それでは今日の一句、最後にもう一度ご紹介してお別れしたいと思います。芭蕉90番目の句です。代理びな、人形天皇の行と蚊帳。代理びな、人形天皇の行と蚊帳。1678年、芭蕉35歳の時の句です。それでは、また明日。バイバーイ。さよなら。